な揃ってる？よし。あ、これダメ？今日だけタブレット。死んだよ。え？誰死んだって言った？誰？呼び捨てしないよ先生のこと。これあげな、すばしな先生のタブレットよ。待ち受けこんな。はい。これちょっと持っていてくれる？あ、いいですよ。はい、どうぞ。高杉、ちょっと言いたいことすぐ触るから。OK です。OK。はい、行くよ。よし。はい、田中。田中、脱ぐな。はい。でっか。触れるよ。パパ、帰るの？でも、聞いたもん。YouTube ね。絶対もうバレるって。バレるから。あ、さあ、先生。お前、お前、授業。いや、あの、タブレット、忘れてません、これ。ああ、そう、先生だよ、ありがとう。今、ちんだ先生が持ってってって。あ、うまい、ありがとう、ありがとう、ごめんな。はい。これ、え、待ち受け、見てない？見てないですよ。あ、うん。あ、ちんだ先生が見てます。大丈夫？いけるいけるいける。じゃあ、俺なんか先生に頼み落とされた時さ、いつも、言ってるから。しかもなんかバレてもあの先生と喋ってたんだから言ってるから。怒られるって。こっちこっちこっち。ちょっとごごご。早く来い。じゃあんまり行かない。お前行っちゃっていい。ちょっと待って。濡れる濡れる。あ、いや、え、サボってる。え？何してんのそこで。じゃあ、何サボってんの？じゃあ今でもサボってないです。あらーい！授業中。なんでここ、あ、ちょっと待って。授業中ですよ。こんな校舎裏になんでいるんですか。今おかしいよね。先生ですら、あ、ちょっと待って。先生ですらこの時間帯校舎裏にいません。いや今週は何週ですか。あ、いや。あーい！何？何してるんですか？ダメだよね、この時間。夜だけ悪いんですか、それ。先生は見回りしてたの？わかる？まあでもなんか、いや違うんです、サボってないんですみたいな言いかけた、ね、言ってません。はい、そういうのよくないよ。嘘つきは泥棒の始まり。はい。これ習ったでしょ？はい！ちゃんと教室戻りなさいよ。わかった？返事は、おい、おい、おい、ちょっと待って。